よし、ドラさんおじゃみネットです。さあ、ソロ同時実況続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら俺のさ、この家の中、右の部屋がすごいやばいことになっていまして、まあどういう部屋なのかっていうと、もう絶対に住民にレベッカちゃんに見られてはいけない部屋になっているわけなんですよ。まあ、レベッカちゃんの愛に満ちたこの部屋、もしもレベッカちゃんに見られたらどうなるのか確認していきましょうという動画の内容となっています。まあ、大型アプデで住民さんが自分の家に遊びに来るっていうイベントが来るようになったじゃないですか。まあ、あのイベントってもうこの部屋を見られるがために作られたようなアップデートじゃないですか。まあ2年間この部屋誰にも見られなかったっていうこともありまして、まあ、せっかくなのでレベッカちゃんに見せたらどういう反応をするのか確認していきたいなと思いますが、一旦あのカフェ部屋をぶっ壊してこの部屋の家具を丸ごと真ん中に持っていきたいなと思います。やっていくか。まず真ん中の部屋に壁にかけるものとして、なんか桃子のポスターもいっぱいあるんですよね。レベッカちゃんのポスターは半端ない数あるけど、桃子のポスターもそれなりにあるっていう。できました。これが峰峰島の絶対に見られてはいけない右側の部屋、真ん中に置いてみたです。やばやばすぎだろ。ふと我に返ったわ。これまずいやつだな俺みたいな。これでレベッカちゃんに挨拶しに行きましょう。どういう反応をするのか早速試しに行きたいなと思います。いました、レベッカちゃんですね。ちなみになんですけど、このレベッカちゃんとか住民さんには10回連続で話しかけたら不機嫌になるんですよね。ので話しかける限界は9回までの方がいいですよ。最近私健康のためにエクササイズを始めてみたら、この前ショッピングでやってたショッピングエクササイズはまさに目から鱗だったわ。スーパーではカートを使わず必ず買い物カゴを持つようにすればいつの間にか腕が鍛えられるのよ。お買い物しながらできるなんて私にぴったりのエクササイズね。スーパーとかないけどな、うち。ミネの部屋ってこの季節はどんな感じのインテリアをしてるの？お、来た！一発で来た！行くか！レベッカちゃん、俺の部屋においでよ。ありがとう、嬉しいわ。それでいつ行けばいいかしら。今から行こう。ありのままの俺を見てくれ。ミネの部屋ってどんな感じなのか想像つかないわ。それじゃあ連れてってくださる？なんだかワクワクしてきたわ、クミ。行こうか。やばいなこれ。上がらせていただくわ、クミ。どう、レベッカちゃん、俺の部屋。すげえ、衝撃的瞬間かもしれない。レベッカちゃんがついに俺の部屋に上がってしまったぞ。ただただレベッカちゃんの監視のためだけに作った部屋。何とも言えない表情してるな。どんな気分なんだろう。自分のさ、家の後ろにあったカメラとかに違和感やっぱあったのかな。そろそろ開いた始まるかしら。はい、いや、早すぎる。あまりにも早すぎた。びっくりする。そんな早いこと出ることある？この部屋まずいなって違和感感じたんだろうな。あ、そうよ。あなたにお土産を渡したかったの。受け取ってもらえるかしら。なんだ？お、オーバースライプシャツよ。もし使わなかったら誰かにあげても構わないわ、グミ。あぶねえ。囚人服とか渡されたらどうしようかと思ったわ。囚人服ここで渡してきたらビビるな。なんか、でも囚人服っぽいけどな。さりげなく遠回しに言ってきてるのかもしれない。あなたにはこの服がお似合いよ、みたいな。ダブルソファーはデザイン優先で選んだの？それとも座り心地？そしてあなたは誰かを選ぶとき、見た目で選ぶの？中身で選ぶ？ごめんなさい。ちょっと踏み込みすぎちゃったわ、クミ。俺の方がもっと踏み込んでるけどな。見てる見てる見てる。監視部屋を見ている。お！反応してくれた。ちょっとちょっと、私のポスター飾ってくれてるの？やだ、嬉しい。あ、好感触です、皆さん。こんな風に言われるとは思ってなかった。喜んでもらえましたね。モデルは久しぶりにやったんだけど、ブランコを感じさせない本当にいい出来なの、クミ。
まあまあ、こんだけポスター飾ってたら嫌でも目につくよな。家具一つで部屋の印象は随分変わるものだよね。あなたらしさが溢れていて素敵なお部屋だと思うわ。俺らしさって何なんだろう。俺にはストーカー癖があるとかそういう話。あ、元の部屋見てる。もともとあったレベッカちゃんの監視部屋をずっと眺めてる。あ、カメラつけてる。大丈夫？映っちゃいけないもの映ってない。あ、よかった。電源入れただけだった。そして消す。もしかしたら映ってはいけないものが映ってたのかもしれない。どう？この部屋は、レベッカちゃん的には。こっちの部屋の方がなんか反応薄くね？アンティークなコンソールね。同じものが家にあるわ。俺があげたやつだっけ？私たち意外と趣味が似てるのかしら。こういう共通点ってちょっと嬉しくなっちゃうわ。グミ。こっちの部屋まともだな、みたいな感じで思ってるかな。今は、戦隊ものがやってる時間帯か。4時55分だもんな。ちょっと他の部屋見ようぜ、レベッカちゃん。ついてきてくれる？あ、ついてきてくれた。G いない？よかった、G いねえわ。私、テレビってお掃除しながらとか、お料理しながらとか、ながらで見ちゃうの。だって、じっと見てるといつの間にか、うたた寝しちゃって。どっちにしても肝心なところはいつも見逃しちゃうのよね、グミ。今やってるのがヒーローものでよかったな。ヒーローもの興味ある。シン・ウルトラマンとか一緒に見に行かないレベッカちゃん。ここも結構お気に入りなんだけどな。ちょうどシャムロックデーが来た時に。あ、座ってくれた。作った部屋なんですけど。あ、俺座れねえ。あ、座れた。ちょっと、心の距離がありますね。あ、落ち着いてるわ。なんで俺がウキウキするとそんな顔するの？まあ、これがね、レベッカちゃんの反応ということで、お！ドア飾りに興味津々。そっちかい！テマージオルガンが弾けるの？すごいわ！楽器ができる人って素敵よね。昔吹奏楽だったけどな。吹奏楽部だったけどな。あら、なんだか急に峰がキラキラして、見えてきちゃった、グミ。ただ苦痛だっただけだけど。まあ、というわけでですね、今回は、ちょっとね、せっかく住民さんが、まあ、バージョン 2.0 で自分の部屋に遊びに来てくれるイベントが発生したということもありまして、まあ、それならね、レベッカちゃんを自分の部屋に招待しようということで、今回はレベッカちゃんを招待してみたという動画の内容でした。受け入れてくれたわ。そっか、この移動できないもんね。閉じ込めてしまった。レベッカちゃんを